はい、皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠井です。本日はですね、メディカルアートメイクについて、皆様が知っておいた方がいいかなという、よくある質問をですね、ちょっと解説させていただきたいと思います。まずメディカルアートメイクご存知かどうか、このチャンネルでも何とか説明して、私もですね、受けてるんですけど、一番多いのは眉毛ですね。それとか、今はアイラインとかですね、それからリップとかですね、それから薄毛の部位、そういったところにまるで毛が生えているかのようにアートメイクを彫っていくんですね。で、このアートメイクというのは、いわゆる入れ墨、刺繍、タトゥーとどう違うかというと、入れ墨はですね、深い層に入れるんですね。それなので色素がなかなか落ちない。でもだんだん劣化すると必ず青くなっていくので、入れ墨、刺繍と言われるわけなんですけど、このメディカルアートメイクはすごい表面に入れるんですね。なので、色が定着しにくい。でも逆に言うとですね、完全にきれいに落ちてなくなる。さらには、いろんな色ですね、皆様の髪の毛とかいろんな色、唇とかの色に合わせてさまざまな色を表現できる可能性があるということで、ちょっと入れ墨とは違う要素で使われます。で、まずはですね、その定着するのに1回ではですね定着しない。大体1回の施術で、そうですね、1ヶ月ぐらい、もう早い人では1週間2週間で半分ぐらい、あるいはその定着しにくい場所、皮膚の状態、例えば傷跡とかですね、いろいろあるんですけど、そういう場所ではもうすぐ色素が落ちちゃうんですね。で、もう一度リタッチといって色素を注入する。そうするとだんだん安定してきて、1ヶ月後にリタッチをして、ほとんどの人は2回の施術で大丈夫なんですけども、3回必要な人もいるということがですね、まず知っておいた方がいい点。で、また1年2年経つとメンテナンスといって色素を注入して、薄くなってくるものを補充するんですけども、消えてしまうというとなんとなく嫌な思いがあると思うんですけど、でもですね、皆さん、よくされているエクステとか、それからネイル、どれだけヘアカット、髪の毛染めるのだって1ヶ月とか2ヶ月、あるいは年に数回やっているわけです。1年間持つってそうないんです。そう考えるとですね、このメディカルアートメイク1年持つというのは非常にコスパもいいんじゃないかなと思ってます。しかも1年2年経つと今度は別な色とか別な眉毛にしたくなるわけです。で、また完全に消えてくるので、これもやりやすい。消えてくれるのはいいんですよね。消えないっていうのは結構辛いですよ。ということで、私もそろそろメンテナンスしなくちゃいけない時期になってるんですけど、忙しくて皆さんたくさん来てくださるので、私のことをやってくれる時間がなくてですね、残念ながらメンテナンスまだできそうもありませんけど、私はこれで十分であって、全然確実に消えてしまったわけではないですね。いずれ待ちたいと思ってます。はい、ではまたですね、この話が横道にそれてしまいますので、まとめますと、今日はメディカルアートメイク、眉毛とかですね、いろんな場所に毛を彫っていきます。1年ぐらいで消えていきますし、安定するのに2回、3回の施術が必要なことがありますけれども、1年持つというのは非常に有効な眉毛があるかないか、毎日変えることを考えてみてください。絶対やった方が得ですよ。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。神の神チャンネルでは髪の毛の悩みですね、AGA とか植毛、それから女性の方の美慢性型薄毛、さらには眉毛のアートメイクとかですね、ひげの悩み、そういった毛の悩みについて、解説しております。今日もですね、もし、私に相談したいなとかですね、自分は植毛したらどうなんだろうかという相談したい方、ぜひ私たち湘南 AGA クリニックのホームページ、この概要欄に書いてあります。また、メール相談ですね、私に直接写真を撮っていただいて、こんな感じどうなんでしょうか、見ていただきませんかというメール相談とかもできます。ぜひ概要欄見てみてください。そしてこの神の神チャンネル、聞いていただいて見ていただいてためになったなという思っていただいた方は、ぜひいいねボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。